フランス一部パリサンジェルマンのアルゼンチン代表フォワードリオネルメッシがチームメートと練習中に大喧嘩したと各メディアが報じた。23日の練習中にポルトガル代表ミッドフィルダービティーニャがメッシからボールを奪おうとして激しく接触。エースは試合前とあってハードにやりすぎないようにと警告したが、ビティーニャは再び厳しいプレーをしたためメッシが怒ってひどい反応をしたという。2回目は頭おかしいだろ。メッシは人格者じゃないから人間らしい振る舞いだな。試合前だしプロだからそれぐらいわかるだろうに。メッシは悪くないよ。中澤 VS カズを思い出す。メッシの人間性とか知らんけど、これでメッシにも非があるかのような報道はさすがにかわいそう。ポルトガル人だからメッシ嫌いだろ。クリロナにメッシ潰せとか言われたんかな。今メッシまで怪我したらエムバペの負担増えすぎてまたハムっちゃうでしょ。パリはベンチとレギュラーの実力差もかなりでかいし、 CL は終戦かもな。チェルシーよりマシ。1分でわかるサッカー反応集。